小倉陸軍造兵将は、福岡県小倉市にあった日本陸軍の兵器交渉である。東西に最大735メートル、南北に最大1325メートル、総面積58万2717平方メートルもの敷地を誇った交渉で、小型戦車、小銃、機関銃、高射機関砲、砲弾、風船爆弾、化学兵器などを製造していた。施設は、 本部と第1から第3製造所の区域に分かれており、現在の木内地域が本部区域であった。第1製造所では、軽戦車等の軍用車両や軍刀、風船爆弾等が製造されており、現在の金田一丁目付近にあたる第二製造所では、機関銃や小銃といった、機銃類、紫川沿いにあった第三製造所では、毒ガス弾を含む砲弾類を製造していた。 陸軍の中央機関であった陸軍造兵省が直轄する六機関の一つである小倉兵器製造所として1916年に開設された。その後関東大震災で被害を受けた東京砲兵交渉の集約移転先として小倉に交渉を作ることが1927年に決定され小倉城内に駐屯していた不評第14連隊が北方に移った跡地と 本丸を除く小倉城内の敷地、買収した民有地2万3千坪が敷地に当てられることになった。1933年に小倉交渉は完成し、1940年に陸軍大臣、1942年には白野にあった小倉陸軍兵器補給省と共に東京第二造兵省の管轄になった。全国に八つあった中央直轄の造兵賞の中では、 生産額14%、人員数19%を占め、最盛期の1943年末には約300棟の工場が立ち並び、職員と動員された学生等の総員数4万人が働く、大規模な交渉となった。特に風船爆弾製造規模では当時日本、最大であった。風船爆弾には丈夫な地元、やめさんの和紙が使用されたという。 このため1945年にアメリカ軍が2度目の原子爆弾投下の際にこの風船爆弾工場を第1投下目標としたが3度も爆撃工程に失敗したため第2投下目標であった長崎県長崎市に投下されている。詳しくは長崎市への原子爆弾投下の項を参照。小倉陸軍造兵賞跡の石踏み、敷地の形がモチーフになっている。 長崎の金接収解除された土地は大規模な区画整理がなされた。おおよその範囲は、北側が現在の北九州市役所付近まで、東側が紫川沿いまで、南側が国道3号線沿いまで、西側が新小倉病院、福岡地方裁判所、家庭裁判所小倉支部付近までである。地名で言えば、大手町全域と、木内、田町、カナダ一丁目。 原町2丁目及び木町1丁目の各一部に相当する。本部があった場所には、今は北九州市立中央図書館が建っている。市役所付近の跡地の一部は、勝山公園となり、前述の通り原子爆弾の投下目標であったこと、この地に投下されず、長崎市に投下されたことから、長崎市から送られた平和の鐘が設置されており、毎年8月9日頃には、 千羽鶴が飾られている。また近くの県和会大手町病院に隣接する広場にはモニュメントが設置されている。この工場には今の日本本線に繋がっていた輸送のための引き込み線があったが、現在その線路跡は原町緑道として整備されている。巨大な地下施設があり、主要設備の高換施設、機関銃の支社場通路等があったという。施設は ほとんどが当時のままで残っていると言われ、1998年8月9日に一部が一般公開された。ありがとうございます。